東京ドームが涌井投手なのか、はい、柳投手が東京ドームなのか、うん、だから、まあ、まず涌井投手をね投げて抹消するとかその辺の使い方もあるので、バント失敗めちゃくちゃ怒るんですよ、うん、自分現役時代どうだか知らんですよ絶対上手じゃないよねこの人ね これ僕の勝手な考えです。ジャリエルを先発回すんじゃないですか。いやもしかしてそこはどうかな。あそこが盤石だから強いっていうのもあるけどね。打線で固めるんであれば、ればね、うん、それも一つないことはないと思ってるんですよ僕は。やっぱり、まあまあ野手外国人いいじゃないですか。ロドリゲスってジャリエルのことでしょ。そうあの WBC で先発してましたね。だから先発調整してるんでっていうことなんですよ。まあ、先発ことによって野手外国人は使えるわけなので。だけど先発ピッチャー中日いっぱいいるじゃないですか。いるだけで誰がいるって言ってもそのね、なかなか、うん、まあ4枚5枚ぐらいもですけど、まあ6番目とか、まあ名前はいますよ、うん、いますけど、その年間通して考えるとどうなのかな、うん、まあ何枚おってもね、うん、必要なんだけど、うん、だから、まあ、まず涌井投手をね投げて抹消するとかその辺の使い方もあるので。ああそうか、うん、去年のあの高橋投手、あと高橋宏斗が WBC でどこにね合流してどういう使い方するっていうのも、まあ、いきなりねボーンと来てローテーションってちょっと彼もきついと思うので、まあ、ちょっと WBC の関係があるので、まあもちろん使いますよ高橋宏斗ね、軸として、はいはい、だその辺でまあまあ僕が勝手な考えなんですけど、まあ、ジャリエルも先発すると野手が使えるので。開幕福永くんないセカンド、うん、ね、ね、うん、セカンドの方で、ね、うん、あの長打力でしょ、うん、僕は十分だ。この人ぐらいが6番7番に入るとちょっと嫌だなっていう。でも高橋宏斗はね6番固定の方がいいと思うんです僕は。もうサードで使って年間使っていくんだったら3番を出してちょっと悪くて6番とか下げるんじゃなくて、もう6番固定でいいと思うんですよ。で福永どこでな、まあ、その辺はポッと当てはめればいいです。ビシエド3番へ行くとして秋の4番で5番で誰か、まあ、とりあえず高橋周平をもう多分使うと思うんですよ。あんまり動かさない方が、ね、木下の8番とかね、うん、まあ、木下8番はもう賛成、うん、彼はね、あんまり、うん、まず選手って意外と、ね、うん、あるので、あの、うん、下位打線だからダメだってことないですよ。ちゃんと打線なので、うん、彼はまあ一発長打もありますしね、うん、だから固定した方がなんとなく野球的にもね、なんとなくまとまってくるじゃないですか。なるほど、なるほど、うん、まあ、怪我とかはさ別ですよ、うんうん、あのローテから行くと、うん、福谷とか鈴木とかもね、あ、いいですよね。まあでも多分、まあ、新之助がまあ、まあ5枚はもう決まってるんで、うん、あとは小笠原、大野雄大、柳、高橋、広と涌井というところです、うん、この辺は多分さ、うん、開幕はおそらく決まり、まあ、怪我しない限り、はい、最後で松葉、はいはい、福谷、鈴木、広ですよね、うん、ただ松葉は、うん、その2つ目のカードがバンテリンなんで、うん、バンテリンの3戦目は松葉君の可能性が高いんですよね、うん、だから、これで高橋、広と君が間に合わない、あとリリーフやってたので、うん、そうすると3カード目か4カード目ぐらいに当てはめる、うん、だそうすると最初の3連戦にの3戦目にこう例えばなんですけどこう、鈴木宏が今調子がいい福谷、うんうん、から中地こういうところが顔出すのかなっていうのは僕の、まあでも逆にそこは総動員でいいですもんね、うん、一番手として考えて、なるほど、先発6回必ず投げなさいという先発なく、いけるとこまで、まあ、誰が先に投げるかでもつなぎみたいな感じで、まあ、やってもまあメンバーはね、うん、中日いるので、はいはいはい、うん、だからね、東京ドームがまあ小笠原君な、まあ、まあ新之助な、はいはいはい、こっちは、ね、大野がこっちの開幕、うんうん、ね、バンテリンの開幕、うん、だから2つ目が柳投手がこっちなのかこっちなのか、涌井選手がこっちなのか、うん、ここの東京ドームが涌井投手なのか、うん、柳投手が東京ドームなのか、うん、バンテリンの2つ目が涌井投手なのか、うん、この辺だよね、この辺がどう変わるか、うん、多分は2つ目枠井だと思いますけど、僕はね、あ、なるほど、まあ、今こう使い方見てて、ね、東京ドームの方ね、うん、あ、この入れ替えだけがあって、3戦目はこっちの松葉君がすごい有力ではあるけども、このところがおそらく、準決勝負けてたら
調整間に合うんですよ、高橋宏斗、うん、もね、この3戦目に間に合って、こっちの東京ドームの方に松葉君が来て、3戦目に高橋宏斗の可能性もあったけど、うん、もうこれもアメリカ行っちゃったんで、はいはい、そう考えると、ここは、まあ今、調子のいいピッチャー、なるほど、2つメンバーっていうと、だから1、2、4、5はね、4、5は決まってると思います。3と6がまだ、まあ、6は多分僕も松葉かなと思うんですけど。名古屋チャンネル。マスさんはあの開幕投手4回でしたっけ、うんうん、やってらっしゃいます。たった4回ですか、先輩。だって今永さんがおったから、やっぱり。あれっていつ頃言われるんですか。キャンプの初日とか、キャンプ途中で。オープン戦の結果は関係ないですか。関係ない関係ないことが多かったですね。去年の成績とかあるんですか。そんな関係ない。ある。ああ、まあでも、まあ、いないっていうのもあるしね。いない時もあったし。確か4試合で2勝2敗じゃん。そんぐらいそんぐらいそんぐらい。そうですよね。うん。うん、でも、やっぱ全く違いますか。全然違います。緊張感。緊張感違いますね。一緒ですよ。一緒。全然。いや、いつも。山本さん、ルーティン一緒ですもん。開幕であろうが、最終戦であろうがもう。まあ、いつもやる行動は一緒です。いつも緊張してるんで。いやいやいや、ただ中身はね、さすがに本人しかわからない、うん。いつも緊張してるよね、でも。でもやることは大体一緒です。やることは一緒です、うん。中村さんどうでした。もうそれこそ今中さんと山本さんの開幕ピッチャー、常にもうマスクかぶってたわけでしょ、中村さん。大体かぶってました。そうですよね。もう別に、まあまあ、もう出てね、まあ山本さんとか今中は開幕、まあ、あんまり緊張感では、まあ、試合の緊張感はありますけど、山本さんだ、今中だって、そういうピッチャーに対しての緊張感は全く、まあ、むしろ安心するところがありますから。なるほど。ちょっと僕、高橋コーチにね、高橋当時、90年前半の、高橋も道崎さんにいつも、まさごめんなって言われるのが、ね、金曜日に開幕するでしょ、で、あの今中投手は投げる、うん、ね、で次、僕、火曜日投げる、投げるでしょ、うん、そうすると僕ね、日曜日なんですよ、次も。あ、初っ端から中4日なんですよ。いつもそうなの。あ、そうでしたっけ。いつもそうなの。だからそれをいつも高橋さんがね、ごめんねって、マサ悪いな、いや、そういう時代だったんですよ。そう、マサ悪いな4日っつってね、うん、何回もそれだから、僕は火曜日日曜日が開幕、火曜日の日曜日にはもう2試合目投げてます。めちゃくちゃ多くて。ああ、そうでした。高橋さんと水谷さんがマサまあでも昔5人ですもんね。そうなの、一応。あ、なるほどね。今は6人、下手したら7人いますけど、はいはいはい、昔はね、5人で上手で、まあ谷間にポンと誰か入れるとか。そうだから、90年前半ってね、結局強いのは巨人、ヤクルト、広島、うん、この3つで、そこに3カード目にその3つのうちどれが入ると必ず4日で行ってたんでね、うん、だからそれをいつもまさかごめんねね、次のカード1戦目と、その後日曜日って、もうこればっかりこればっかりです。あ、2試合目ぐらいまでは言われるんですね、もうね、次日曜日満々。なるほど、なるほど。あ、そうか、そうか、うん、高橋さんはいつも俺山田まあそんな感じだった。あ、いいですよっつってね、投げてたけども、うん、でもね、中4日の勝率高かったので、あ、はいはい、僕は全然嫌じゃない。そうか、アメリカ仕込みですもんね、そのあたりは。でも逆に空きすぎ変なんだよ。そう、6日はね、変だったの、ね、ちょっと長い、まあ、僕はピッチャー減ったことないですけど、でも4か5のがね、意外と好きで。なるほど。あの頃だって130試合なのに30試合ちょっとぐらい先発しましたから、うんうん、毎年、うん、そう考えるとまあね、本当に全然、うん、それで名古屋球場だったでしょ、はいはいはい、中止が入るんですよ。そうそうそう。ああ、そうか、そうか、そうか、5、5とか来てても、うんうん、中止で8とかになるんですよ、うんうん、はいはい、だから全然そんなにね、ずっと1ヶ月中止がない月なんかないので、あ、そう考えるとそんなにきつくなかった、ね、なるほど、まあ、丈夫だったからさ、できるわけです。まあまあ、丈夫だった。そうそうそう、丈夫で、しかも一試合に限ってもそうですけど、はい、非常に粘っこいのね、はい、これが山本さんの特徴、ね、いやいや、なんかね、もったいないんですよね、こう。それが長くね、50まで投げられた、ね、一つの原因でもあるんですよね。もうこの先絶対ないですよね。ねえ、そんなことは、いや、出るよ、その。いや、出ないと思う。山本さん、最年長記録っていくつ持ってるの、ほんと、いっぱいあるでしょ。何個だろう、一応ね、3年。投げるために記録更新するの、ね、うん、多分最年長三振、俺じゃないかな。あ、三振ってどういうことですか。だから、俺が、だから49歳で三振してるから。打者としてでしょ、はい、それも記録に残るんですか多分最年長打点も俺じゃないかな、セ・リーグは。いや、あ、そう、だって一時、はい、ほとんど工藤さんだったんです。工藤さんだけど、あの人ほらバッターボックス立たなかった。ああ、でも最後巨人か。あ、違う、最後 DeNA だよね。しかしね、試合出るため記録更新、そうそうそう、うん、バントしても三振しても記録更新だったのね。今打つ方のね、記録ばっかりおっしゃってますけど、打つ方で言えば松さんはうまかったですよね、流し打ち左方向ね。ね、みんなに あそこに土地買ってるって言われたけどね。あ、
そうかそうか、強振はしないですけど、ね、やっぱミート力はやっぱタイミング取り方うまいし、ねね、バントもうまかったでしょうね。バントうまいし、僕プロ野球の中で一番うまいの山本さんってずっと思ってました。あ、本当ですか。その野手よりも、野手も含めて河合選手よりも、うん、いやだってね、星野監督、まあ、そのうち今から出るでしょうけどね、うん、名前がね、うん、あそこ怖い顔してるから、はいはいはい、バント失敗めちゃくちゃ怒るんですよ。あ、ね、もうバントなんでやって当然だと思ってる人なんですよ、うん、自分現役時代どうだか知らんですよ多分、はいはい、多分あんま うまくなかったっぽい。絶対上手じゃないねこの人ねだけど僕らにはそれこそバント失敗もすごいんですよ、うんうん、だからここで出てるのはこの人でしょ、うんうん、練習するしかないよねいやでも監督言ってますよ、やっぱセリーグだから交代があるわけじゃないですか、うん、だからバントできないやつはもうね、状況で交代するしかないじゃないですか、うんうん、ピッチャー投げさせてやりたいけど、そのためにはもうね、まあ、打てとはさすがに言わないですけど、うん、もう結構厳しかったですよね。厳しかった。だから山本さんそれだけやっぱり練習もしました、バント練習って。あ、まあ、でもバントはね、僕中学時代にすごく練習させられて、 あれで軟式ってバント難しいんですよ、ポーンって跳ねてね、あれをしっかりやる練習ずっとしてたんで、プロ入ってもそれすごく役立ったんですよ、バントに関しては。形がいいですよ。あ、はいはいはい、絶対失敗するのは形じゃないですもんね。本当にうまかったですもんね、うん、あのこの前あのこちらのゲストに平野健さん来てくれて、はいはいはい、あの人もバントうまかったじゃないですか。うまい、ねまあ、けどいかんせん僕がランナーですからねあ、そうか、その辺のハンディキャップを僕は常にしてる。そうそう相当です、あの時の先発陣は僕がランナーですから、ね、なるほど。少々のバントでバントになりますから、ね、そんな自慢げに言わなくても。まあ、本当にねプレッシャーかかったと思うんですよ。でもその平野さんがおっしゃってたのは、バントは練習すればうまくなります。あ、これをおっしゃってましたよね。ああ、バントはね、そう思います。それこそ早川さんがついて練習させられてたんですよ。ああ、そう、はい、もうまさなんかバッティング最初全然ダメだったもんな。あ、本当ですか。まあでも、うん、まあまあまあ大したことないですけど、うん、まあでもヒットは打ってたね一番、うん、なんかね94年ぐらいなんか2割3分ぐらい打ってるんで、うん、あの200イニング投げて、うんうん、年間15本ぐらい打ってるからまあまあですよ ね、うん、当てるのが本当にうまかったから、はい、だけど山本さんホームランなかったんですよね。ホームラン1本打ちたかったね。これは悔しかったですね、うん。東海テレビの森脇でございますガラスのエース、 CBC 入社26年になりますバンテリンドーム名古屋とともに宮部和弘でございます。2回目の登場で申し訳ない限りなんですけれどもあのサンデードラゴンズの時は中スポを片手に宮部、はい、喋りすぎまた出ました山本さんだけよくセンターからレフトですから、ね、うん、もうあ、はいはい、どっちかというとシフト取ってもいいよ。そうそうそう、本当ね、うん、でも三遊間閉めてでもそこの間行くからね、これね。そう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 本当にプレスヒットっていうかね、本当にすごかった。だからタイミングがあったらあそこに飛ぶスイングなだけで、うん、あの別にバッティングがいいんじゃないんですけど、うん、タイミングが合うとあそこに飛ぶんですよ、三遊間に。綺麗にその向きが向いてるってね、一、うん、回ね、広島市民でね、うん、あ、行ったと思ったの、飛び合って。なんかありましたよね。そう、それでね、うん、尾形君と前田君がね、こうやってふわーってきて、うん、あ、入ったんだなと思った二人がスッて抜けたらフェンスのとこにコロッて乗って、うん、フェン、あとわずか、あとわずかです。フェン直だったんです。こうやって誰かの1ミリぐらいの話で、あ、もうちょっとなんておじさんに落ちてツーベースだったんですけど、 あれが最後のチャンスだったんですよ。あ、そうかそうか、あとはないですね。最年長記録はもちろん打つ方もそうですけども、あのピッチングの方ではもういっぱいあるじゃないですか。ありますね。まあ、勝利もそうです、先発もそうですし、ノーヒットノーランもそうだし、ノーヒットノーランもそうだし、うん、そうですね、どうだろう、まあ、奪三振も全部多分、あ、はい、その辺奪三振もおそらく僕が持っていると思います、ね、もうこれ消えないんじゃないですかね。そんなことないですね。絶対消えないですよ、ね、いや、まず、まあ無理でしょう。まあその三振の数そこら辺は分かんないですけど、まあ登板数も一番でしょ。あ、でも先発だからあれか。そうそう、登板数はもう登板数はね、リリーフには負ける。それはね、岩瀬が1001試合で終わろうと思ったみたいなんですよ。1001なんでだ、1002になっちゃったのは、はいはい、あれ浅尾投手もね、なんか引退するときにもうぜひ岩瀬さんに最後リレーしたいって言って投げる予定なかったのに最後岩瀬が行ったんです。あ、それで1002試合に増えてしまったなるほどね、はいはい、あれなんですけど、まあでも1000試合ってすごいね、うん、岩瀬はもう鉄人ですよ開幕の話からね、あのちょっとあの違う話になっちゃったんですけど、はいはいはい、ごめんなさい。あとあのピッチャーで聞きたいのは、ルーキーの1位の中地っていう投手はどうなんですか。あ、僕キャンプ初日で彼が入った時、うん、もう初日から座らせたんですけど、はいはい、僕真後ろから
あのたまたま入れてもらって読みたんですね、はい、うん、見せてもらったけど、うん、でちょっとスピードガン借りてね、はい、こういうふうにしないでこう外っとね見えないように撮ったんですけど、まっすぐ全部145キロ超えてたので、うん、ああブルペンで145出るんだと、うん、いうことで、あのコントロールもフォームもねすごくあのオーソドックスで安定してるし、うん、ストライクはまず心配なく取れるだろうなっていう、あとは145はね試合になってもう3キロぐらい、要するに気持ちが高まってってね、気持ちが入って調子が良くなったり、おそらくね150キロ出す機会も何回かあると思うんで、これが常時やってくれれば、僕はまだねそんな評価高くないですけど、僕いろんなチームの、人たちに聞いたらやっぱ中地君のスカウトの評価高くて、何チームかは強豪で外したら中地っていうのが決まってたチームがあったんですよ。そう考えるとね、やっぱり単独で行ってよかったなっていうのは思いましたんで、どちらにしても出てくると思いますけどね、そんなにあの野球のエリートで来てるんじゃないんで、まだまだ多分伸びしろがあると思うので、僕はあの東京ドーム3戦目行ってもいいかなって思ってます。あ、本当ですか、思い切って。まあ、今からのオープン戦の、ね、結果次第ではありますけど、僕は行っても面白いかなとは思ってます。はい、いきなり僕も技術的にはむちゃくちゃいいですよ。あ、そうですか。悪くない。だから、まあ、これもまだいけないですよ。僕も3つ目行っても面白いんじゃないかなと思ってたんです。あら、全部は山本さんに合わせるじゃないですか。僕に先に言わせてもらえば、あ、ごめん、そういったら先輩なので文化さんも先に、あ、僕はもう武志と一緒でっていうふうに言ってたんじゃないですか。僕は中地君3戦目行って、いや、俺は行くべきだと思うんです。ね、ルーキーね、うん、ドライ1に確かに、まあ、投げるボール技術的には全然引け取らない、まあ、いずれにしても早く経験させた方がいいので。なるほど、なるほど。まあ、あの、まあ、ただ3まだね、3試合目なので大事な試合ですけど、まあ早めに、ね、経験さすのにはまたや巨人戦でね、ぴったりじゃないですか。なるほど、なるほど。うん、星野監督だったら使いそうだよね。うん、で、それだけのボールは投げても、うん、投げてる、まあ、ここもやっぱ5回、5回でもいいじゃないですか。それドラゴンズファンには嬉しいお話ですね。全部投げ切れっていうわけじゃないですから、まあ、いけるところまでちょっとお披露目でいけ、で、あとはね、繋いでいけばね、大体、うん、どこの球団も初物に弱いっていうのありますしね、それね。でもまあまあ物はいいよね。あ、そうですか。あ、それは嬉しい話。もちろんね、結果が出たり、ね、まだレベルにって判断されたら無理ですけど、僕は全然いけると思いますけど、根本投手ね、ピッチャー専門の練習をして、うん、ちょっと迷いが生じてるっていうのはもう間違いないですから、うん、山浅、うん、あのよく一軍のキャンプについてったと思うよ。いや、もうボール取れてるだけすごいすごいね。サンデードラゴンズ初代アシスタントの古木です。もうピカイチ名古屋チャンネル登録していただけましたか？登録、そして高評価、またまたコメントもぜひお待ちしてます。よろしくお願いいたします。